最初、井口さんのところから。そうですね、井口さんから秋田書店を紹介してもらって、で先生を紹介してもらって、結構漫画になるまでに、やるってなるまでに結構長い時間かかったですよね。ああ、そうなんですね。1年以上はかかってますよね。そうですね、最初お話しいただいてからだと1年以上かかってる感じだと思いますね。企画からっていうか1年半とかですかね。そうですね、またそのくらいかかるものなんですか。そうですね、やっぱりまず漫画家さんのイメージとか編集部で固めてっていうところとか、どういった方が一番その K さんの人物図をこう漫画として落とし込んで描いていただけるかっていうところは含めて非常に、でも正志先生と会って、はい、それはすぐにその日に決まったんですよね。最初どういかがでした。最初はまあ、水田誠さんっていうその漫画家の井口さんの作画が得られてアウトとかの、はい、あの方から紹介いただいて、はい、あ、そうなんですか。まあ、こういう方がいるっていうので、僕もチカーノっていうその存在自体を全然存じてなくて、はい、でまあそこで、まあ、とにかく話をちょっとこういう感じの方でっていうのを聞いたら、すごく面白いっていうのがあれなんですけど、本当にもう、なんていうんですかね、もう本当に漫画として、イメージしやすかったと言いますか、うん、はい、もう、これはちょっとすごくやりたいなっていうのがありまして、うん、でもちょっとぜひ書かせてもらえればっていうので、うん、はい。そこからあとは、まあ、決まってからは、まあ、まあ、早かったと思うんですけど。自分は、正志先生しか会ってないですよね。ああ。はい。他の漫画家の先生と会ってないですよね。正志先生にお話行くまでにちょっと編集部いろいろ考えて。ああ、そういうことですね。で、まあ、具体的にどの方がってなかったと思うんですけど、うん、ちょうど水先生のご紹介で正志先生いたんで、うん、って形だったと思うんですけども。うん、はい、そうですね。書籍を、前担当の梅沢さんからいただいて、で、もう読んだら、まあ、まあ、いかんせん、面白いので、もう一気に読んでしまうんですよ。うん、はい。でもなんか、で、まあ、どこら辺から、描くべきか。アメリカの、そのハワイの方で、はい、捕まるところから描くべきなのか、いろいろ迷ったんですけど、うん、今回のこれに関しては、その、刑務所っていう、ちょっと得意な、普段にはないような空間のところで、うん、で、まあ、みんな、これってやっぱり日本の方たちっていうのはその知らないので、で、まあ、ここをちょっと中心に描いてみようかということだったんですよね。僕の、まあ、目的としては、またその、K さんのその、前日談もすごく面白かったので、うん、まあ、なんかこの力抜きをちょっと跳ねさせて、で、そっちまで行ければなっていうので、で、まあ、本当、歌舞伎町が始まったんですごくそれは嬉しかったんですよね。アメリカの刑務所っていうのを読者の方たちに伝えれればなっていうので、そこを中心に、この地下の系の方は作ってるという感じですね。うん、今アメリカでこれが勝手に英語版になって全然違う文章で書かれてるけど、漫画家先生がほら日本語書いてあるじゃないですか。はい、あそこを英語に誰かが直してるんですけど、全然もうその文章はもうまるっきり変わっちゃってますね。あ、もう、はい、意味合いも違ってる感じです。はい、面白いですね。海賊版。海賊版の感じ。そうですね。はい。それだけ読みたいというね、こう、はい、あると思うんで。はい、今回のに関しては、作中を、スタートを、アメリカの刑務所から回想として入れるかっていうのを迷ってましたね。はい。なので、だからなんかハワイの方で K さんが捕まった時の話もすごくドラマチックだったんで、うん、そこもちょっとできる。ドラマチックですか。ドラマチックですね。すごく、なんですかね。なんかこれちょっとこれはみんなに伝えたらすごくみんなが面白いって言ってくれるものだろうなっていう感じだったので、どこかで入れたいなと思ったんですけど、まあ、そこはもしかしたらもう、まあどっちかでやるかまだわからない感じになるかなっていう感じですかね。絵が、後ろ髪が長いから、最初、竹内力さんかなと思った。この後ろ髪長くした理由なんかあるんですか？これは、まあ、ちょっと他の、なんかこう、ちょっと不良の中でも差別化をしたくて、あ、はい、まあ、ちょっと目立つかなっていうので、ちょっと、長くして、はい、まあ、ちょっとそこのビジュアルで、ちょっと、人と変わった感じの、また不良劇っていうのをやりたくて、でちょっと長くしてみたんですよね。
やっぱりあの、K さんのあの、書籍の東京キララ社から出てる、はい、あれの文体がすごい面白くて、はい、やっぱりなんか、現代の K さんが、あの、作中の中に語るっていうのは、その、ああいうこう、です、何段でしたとか、そういう感じの、手、はい、でやりながらやるのが一番こう、いい形かなっていうので、そうやってこう、作っていった感じでしたね。例えばなんかその、アメリカの、刑務所の話なんで、やはりあの日本人として日本男児っていうものをなんかこうもうちょっとグッと前面に押し出せたらなっていうので、はい、最初作り始めましたね。まあ部数が最新から120万部、はい、やっぱりまあまずまあ電子書籍で新刊が出た時にやっぱりなんかパッと目につくようにはなりましたね。やはりなんかここまであの目につくっていうことがすごい難しいあの時代なので、その中で本当にすごくこう群を抜いたタイトルに育ったなっていう感じはしています。なぜかなんか自分のこの地下の経営の漫画ってコンビニに置いてないんですよね。売れちゃってる可能性も結構あるかもしれないですね。ただ結構書店さんでも売れてるっていうのはよくお伺いして、書店で一気に買っていく方とか、あと、続刊、新しい刊がいつ出るんだっていうのがよく編集部の方に、それは自分の方にも来て、もう半年に一回長すぎるからもっとスパンを短くしろっつって、いうメッセージめちゃくちゃ来るけど、先生死んじゃいますよね。いや、そうですね。なかなか、そうですね。まあ、頑張って。それが一番多い問い合わせじゃないですけど、もうせめてもうちょっと3ヶ月に1回とかなんないのとか。読者のアンケートのハガキとかには、あの、痴漢の経営の感想はいっぱいいただいて、よくあの、絵を描いてくださる方とかも。あのロムローだったり、ケイだったり、はい、絵を真似て描いてくださる方とかもいらっしゃるんで、はい、すごく雑誌にも定着してきて、っていう看板作品の一つになってきたなっていう気は。あの、コロナが明けたら、あの、L って黒人のやついたじゃないですか。はいはい、あれ日本に来るんで、あで、秋田書店で対談やります。いいですね。L さん。今どちらにいらっしゃる？ロサンゼルスにいます。あね、もうギャングもやめて、はい、今、ハーレーのクラブチーム作って、で、孫が今、11人ぐらいいるんじゃないですかね。うん、ロムロは終身刑で、もう、刑務所戻っちゃったんで、もう多分、一生出てこれないと。そうなんですか。はい、エルトの対談はまた戻ったら、そうですね。あの、編集長に話して、はい、ぜひ。本当は、あの、今年の夏来るしてたんですよ、家族で、はい。ちょっと無理そうですもんね。はい。あ、これはもう圧倒的なんですけど、実在する人物がいるという、やはりこれが一番でかいとこですね。ノンフィクションっていうのはやっぱりなんか一番のこう、この作品の一番大きいところだと思いますね。で、あとやっぱり、まあ、刑務所っていうその特殊な場所っていうところで、まあ、繰り広げられるっていうのが、一番あの、他の作品とは違うところかなと思います。そうですね、しかもアメリカでっていう。うん、戸惑いみたいなのなかったですか、江田くさん。いや、だからあの資料がないんですよね。なんかあのー。めっちゃストレスですよね。そうなんですよね。刑務所内。刑務所内なんですよね。ね、はい、まあ、まあ、あの、まあ、劇中があの卵白じゃないですか。で、卵白のあの、地図で行くんですけど、なんか途中から行けなくなっちゃってて。ああ、そうなんですか。中まで入れないというか、まあ、途中でもなんか入れないようになって。でなんか、何か誰かのあの、外国の方の YouTube で、なんか近くまで来た人が、なんか止められて、なんかここから出てきみたいな。あの、映画の撮影で、あの、その、ランパークの前に行ってたトミナイランドっていうところに、はあ、あの、最初のスタートがここだからって言うんで、はい、あの、マサさんが、そこを取りに行きましょうって言って、あの、取りに行ったんですよ、はい。で、刑務所の前で撮影してたら、あのガンタワーからアナウンスでウォーニング2回されて次のウォーニングで発砲するって言われたからね。ケイさん前あの聞きした時に一番プリズンブレイクが近いよっておっしゃってたの で、ね、まあ、プリズンブレイクのあそこら辺をちょっと参考にしつつ、あとなんかやっぱり面白いのがあの刑務所のあのと食堂とか、はい、はい、やっぱなんかで、ケイさんにあの、食堂ってどんなイメージでしょうっていうのをお聞きしたときに、ファミレスだっていうのを聞いたときに、ね。ドリンクバーあって、
サラダバーがあって、で、ドリンクバーは97年まではあったんですよ。ああ、そうですね。もう全ての炭酸からコーラのから、ね、もう全て、はい、ルートビアまで全部あって、で、97年からなんか突然なくなって、アイスティーとアイスコーヒーだけになったのかな。炭酸飲料がなくなって消えたんですね、うん。それは何か理由があったんですか。多分経費削減じゃないですか。あ、なるほど。はい。割とあのアメリカの刑務所って、あのその民間の方に委託されてた時期があるんですか。そうですね。民間の刑務所だともっとやっぱ食事も良くて、なんですかね、ドリンクバーとかもまだあったみたいですけど、あの民間の刑務所のレベル5がなかったんですね。あ、なるほど。レベルによってレベル3ぐらいまでしか民間は、やっぱあの国がやってる刑務所は刑務官が US ホースとか US アーミーから来るじゃないですか、はい、みんな結構こういうのが。あんがたいのいい方たちが。はい。で、民間は、刑務官も民間の人なんで。ああ、なるほど。はい。じゃあ本当に一般の方っていう感じなんですね。そうです。はい。だからやっぱ甘いし、でもやっぱり民間は居心地がいいっていう、あの、やっぱ民間入ってて、やっぱそこで人殺しちゃうと、やっぱ急にレベルが上がって、移ってくるじゃないですか。で、ね、やっぱ民間にいた時の話聞くと、はい。全然違うじゃんって感じでしたね。ああ、でも、はい、じゃあ、K さんがいたレベル5っていうのはもう民間ではもうなくって感じだったんですね。自分たちの時はもう連邦政府がやってる国の刑務所ですね。そういう連邦がやってるけどドリンクバーがあるっていうのはすごいですね。もちろん自動販売機も全部ありますし、ないもの、映画館もありましたし、ないものはないですね。やっぱなんかそういうこうドラッグ、まあ今あのドラッグ編で、作中で書いてるんですけど、そのドラッグのその僕びっくりしたのは、あのやっぱりあのヘロインっていうのがやっぱ一番ポピュラーっていうのに、はい、そうですね。アメリカはやっぱヘロインが一番多いですかね。その中で一応種類としてはいろんな種類を選べるといいますか。2種類ですね。2種類、メキシカンヘロインと、あとチャイナホワイトっていう純度の高い真っ白のコカイン、はあはあ、うん、その中でもコカインとかそういうのはもう全く、コカインとかは普通にあります。あ、普通にあって、なるほど。コカイン、あと覚醒剤 PCP、LSD、 そういうものはもう普通にそん高くなくあります、ね、はあ、あ、その中で一番高いのが、はい、ヘロインです。ヘロインなんですよね、はい、やっぱなんかそのヘロインがそのまあ、ケイさんにお聞きした中で、その一番、こう、やめれない。そうですね。もしやめるんであれば、もう、やめるって言って、全部体中縛ってもらって、で、もう、軟禁状態で部屋に入れてもらって、もう本当に2日間、3日間、クソもしょんべんも垂れ流しで泡吹いて、で、もう暴れまくって、で、手縛っとかないと、はい、自分で血管とかむしり取っちゃうんですね。でも全部縛ってもらって、それを耐え抜いてやめるしかないですよ、ね。はあ、それはその刑務官というか監視の方がそれを協力してくれるという感じなんですね。そうです。じゃあもう自分で、でも刑務所の中でやめようとするやついないですね。いや、なるほど。はい。なんかお聞きした中では、その刑務所の中では結構そのすごいみんな、まあ、鍛えてらっしゃって、はい、でもなんかもうムキムキで、はい、でもほとんどあのお酒とかも抜きになるから、もうほんとちょっとの量ですごく、筋トレしてるやつはそんなにやんないですね。ああ、はい。でビッグホーミーとかはもう筋トレとか来ないんで、はい、やってますけど、はい、あ、割とじゃあ運動してる方の方があまり打たないという感じですか。そうですね。1週間7日のうちに1日だけ筋トレ、みんな休みの日があるんですけど。一日だけ。それもそのトレーニングジム自体が、じゃなくてみんなでそのメニュー組んで、はい、まあ、1週間に1回休んだ方がいいっていう。あ、そっちの方が効果がある。筋肉がつくっていう、勝手にそういうふうに誰かが言い出すと、そういうのが、はい、そういうふうになっちゃうじゃないですか。あ、なるほど。はい。自分たちはだから、その1週間に1回の休みも取ってなかったですけど、みんな大体1週間に1回休みを取ってましたね。
まあ、じゃあ今朝もフルで7日間。自分は毎日行ってました。でもなんかその7日間の間に7日やりながらまた野球の練習したりとか。週末は野球やってましたね。まあ、結構その忙しい感じですよね。っていうか、まあ、もう遊んでんのと一緒じゃないですか。うん、仕事以外はほぼ全て遊びですよね。はい、あ、そうですね。まあ、何点かあって、まず全体構造がちょっといまいち分かってないところもありまして、その、公衆トイレであったりとか。公衆トイレっていうか、はい、その各ユニットに、トイレがあります、ね。はい。それはもう割と。外にトイレはないですね。あ、外にはない。外にはないですね。うん、でも野球とかやってるときトイレどうしてたんだっけな。うん、でも、ああ、多分、近くのユニットのトイレに行ったと思いますね。はい、あとその、グラウンド感とか、どのぐらいの全部で広さなのか。めっちゃ広いです、ね。広いんですか、はい。市民球場みたいな感じのが一個あって、あと体育館。ああ、体育館。はい。で、体育館で全部バスケットの試合は、プロと同じ大きさのコート。で、バレーボールはバレーボールで同じコートの大きさで、すべて全部同じですね。うん。うん、いや、本当広いんです。そうですね。あと、ハンドボールがあって、テニスがあって、ないのはプールぐらいですかね。あ、プールはないんですか。はい。そうですね。プールがないですね。ラスベガスのネレスのキャンプにはプールがあるって言ってましたけど。まあ、特殊な感じで。そこは自分たち外人は絶対行けるような刑務所のレベルがすごい低いんで。はい。よく出てくる、あ、まだ出てきてないですか、ウォン・ゴンザレス。あ、出てきます。はい。ウォン・ゴンザレスは最後、ブートキャンプで、そのネレスのキャンプ行きましたけど。で、ウォンは、そこの、ネレスの刑務官の女性と、そこで付き合って、刑務所の中で付き合って、で、出てきてからその子と結婚したんじゃないかな。ああ、じゃあ映画で出て、そうです。ただもう、家庭、家族、ご家族は、その時、あれは、ご実家の方なんですか？そうですね。お母さんと、ウォンの甥っ子と、ウォンだったんで、はい。あの時には、ウォンの女房は、まあ、映ってないです、はあはあ。構想がやっぱり難しくて、うん、なんかまあ、大体、4、5人で一塊の単位で動くっていうのを聞いて、うん、だなんかこう、敵と言いますか、こう、パッて見てわかるものなんですか？もう相手ももう、こう、やるぞって感じ。だって、やっぱ、みんなそこに住んでるわけですから、はい、誰が違うグループとかもう顔でわかるじゃないですか。はは2000人が一つのちっちゃい島に共同生活をしてるような感じなわけじゃないですか。ははだから、自分たちのホーミーたちはホーミーたちの顔全部、名前も全部わかりますし、うん、あいつらは、例えば、キューバの人間とか、あいつらどこどこのって、はい、もうみんな顔もわかるし、ある程度名前もわかりますね。そこもだからまあ顔見知りとまではいかないですけど、まあ大体ドイツだっていうのもわかるっていう感じなんですね。で、あ、その時って動かれる時っていうのはその、大体塊になって適当にと言いますか、動くものなんですか？それも大体目標と目的を持って。そうですね。場所決めて、持ち場みたいので動いてますね。そうですね。だから、またその武器とかですかね。で、サンデーゴはサンデーゴのやっぱグループがあって、はい、イッセレはイッセレのグループがあって、エイティンストリートとか、やっぱ自分たちの元々の仲間たちでグループ作っていくような感じが多いんですかね。うん、だからその地下の方たちはそのコミュニティ自体のその地元というかその出身地が一番大事ってお聞きしたんですけど。そうですね。やっぱ自分たちのグループが一番っていうやっぱ気持ちが強いん で、うん、でサンディエゴとやっぱロサンゼルスのやつが仲あんまり良くないんですね。で外ではめちゃくちゃ仲悪いけどやっぱ中入るとそのサウスはサウスで一緒なんで力を合わせますけど、
外出るとやっぱあんまり一緒になんかするとかはないんじゃないですかね。あ、なるほど。その刑務所っていう特殊空間、ね、そうですね、だからこそその地元で。だけど中ではやっぱ飯食う時もサンディエゴのやつはサンディエゴのやつで飯食ってますし、中でも普段もやっぱ別行動ですけど、なんですかね、例えば構想とか始まった時はみんな団結して一緒になりますね。はい、ああ、なるほどですね。はい、あとまあ作中で、まあ武器っていうのがやっぱちょっと難しくて、はい、でまあちょっといろいろそのたまに資料でネットとかで調べたらその刑務所から掘り出された武器みたいなので出てきたりはしてたんですけど、そのナイフの形状とかもなんか結構そのそれぞれという感じ、ね、年代にもよりますしね。94年までは金属探知機がなかったんで、はい、普通の金属のナイフを工場で作って返しをつけたもんとかいろんな武器がありましたけど、95年ぐらいからはもう移動であちこち行くじゃないですか、はい、その移動で例えばじゃあジムから野球場に行くとこにも金属探知機があって、はははで全てのとこにあるんですね。あ、そうするとやっぱどうしても金属の武器だと持てなくなる。はそれがだんだん今度プラスチック化してきて、みんな最初プラスチックでナイフとか作ってたけども、それよりも歯ブラシでアイスピック作っちゃった方が簡単に刺せるし、持ち運びも簡単だし。その例えばなんですけど、その歯ブラシを一回先っぽを切って、はい、工場でグラインダーとかがあるんで、そこで綺麗にもう本当アイスピック状にして、で持ち手のとこ滑らないようにテープ貼って、なんていうんですかね、ザラザラのテープみたいなのがあるんですけど、はい、そういうの貼ってとか、ぐるぐるって巻いてって感じ、はい、あ、そうか、持ち手のところは割とちょっと工夫しようがないと滑ったりするものなんですね。でも昔みたいになんですかね、その鉄がまだ通常の時はこうやって人を刺した時に、はい、結構なかなか入らないじゃないですか、ジャンパー着てたりとかで。ああ、なるほど。はい、ああ、服とかで、ね。で、勢いよく走ってって刺したら、入んないで、そのズルって滑って指全部落っこっちゃったとか、もう結構いましたね。じゃあ意外とプラスチックの方が使い勝手が。アイスピック最強だったと思います。やっぱもう、なんですかね、アイスピックで首、はい、やっぱ10回バン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 って刺されると、大体死んじゃいますね。そうなんですね。まあ、95年から金属探知機が。そうですね。全部の刑務所に金属探知機ついたのはそうですね。でもそれって結構その金属探知機が作って、その刑務所内ではすごくこう、なんていうんですかね。まあ今までその慣れ親しんでた法律が変わって、はい、95年からベッドとか自分の敷地って言ったらおかしいですけど、はい、自分がいる場所、自分の部屋の中だったり、はい、自分のマットの下だったり枕の中だったりからナイフが出ると、はい、刑が5年延びるっていう法律ができたんですよ。それから少しずつ変わっていったっすね。それまではみんなマットの下にみんなナイフ入れてたんで、ああ結構割とこう、まあ見つかったところで、まあ、没収されるぐらいの、独居行くぐらいで、はい、27日独居行って出てきて、長くても54日とかの刑だったんですけど、それがやっぱ、一回捕まるごとに5年延びると、そうですね。何回も捕まったら一生出れなくなっちゃいますよね。そうですね。それから、そうですね。それから金属探知機とか、結局、その法律ができてベッドに置かなくなるじゃないですか。ということは、どっかにみんな隠しに行くわけですよ。そのためにその金属探知機がついたんだと思います。ああ、なるほど、ね、自分たちのみんな野球場とかに穴掘ってまとめて容器に入れて隠してたんですけど、でそれもやっぱほらそこまで持っていくのに金属探知機通ってっていけなくなるじゃないですか、はい、最初の頃は金属探知機を通るときにそこに刑務官がいなければその入れてあるケースに金属探知機の外から向こうに投げて通って拾ってとかやってたけど、そのうちに1個の金属探知機に
必ずおまわりがそこに一人つくようになっちゃって、それからもう完璧にみんなプラスチックに変わっていきましたね。皮肉な話でプラスチックに変わった方がその殺傷能力が高くなるっていうのが、そうですね。ただギャンブルでお金払えない人とかが、その見せしめで首を落とされたりとかするのが結構プラスチックだと結構きつい。刑務所で一番無残な殺され方ですね。だから95、6年ぐらいからそれが少なくなったかもしれないですね。ありがとうございます。地下の入った BB、同じメキシコ系人種、差別化が大変。ああ、そうですね。書くのが、その、最初その特徴がすごくわからなくて、その、ケイさんにいろいろお聞きしたんですけど、やっぱりまずパイサの方たちは、そのタトゥーがないっていうのは、で、あとなんか髪が割とボサッとしてるっていう、のが特徴だっていうのがあったんで、まあ、そこをちょっと特徴にしてみたり。あと BB はここに BB って入ってるからね。そうですね。BB の方たち、あとなんか、BB の方たちは、その、割とその、盗み癖が、あったりっていうのはすごく特徴な感じ、ね。それが本業ですね。本業。うん。で、あと、まあ、まあ、地下の方たちはやっぱりその、独特なそのタトゥーだったりとか。そうですね。みんな、おしゃれですね。ああ。服装がみんな、アイロンかけてピシッとして真っ白の靴履いて、みんなすごく中でもおしゃれにしてますね。やっぱりなんか一番なんかKさんからお聞きしてちょっと特徴的だなって思ったのが、チノパンを、はい、ちょっと真ん中に折りたたんで、そうです。例えば自分が34インチだったら50インチぐらいの大きいのを履いて、でこの前で合わせて、はい、そんでも余っちゃうと前で合わせた分後ろでも合わせるっていう。あ、後ろでも合わせるんですね、はい、うん、あれはなんかすごい独特でおしゃれな感じだなと思います。サウスとノースのまた違ったりする、ボタンのかけ方だけ、うん、一つなのか、一つは両方とも一つは使うんですけど、サウスは 3個までボタンを上から3つ締める、ノースは4個締めるとか、それは絶対。Kさんから聞いたのと、あとなんかネットで調べて、その、やっぱりなんか面白いのが、その、独特ですよね、そのあだ名が。その、動物が多いですからね。ああ、動物。はい。ビーバーとか、ラクーンとか、オーソーっていうのはスパニッシュ語でクマなんですね。あと、タイニーとか、タイニーってノミなんですけど。ノミなんですか。これ悪口みたいにならない？ならないね。だから、ビッグタイニーって仲のいいやついるけど、197ぐらいで殺人で結構長く入ってて、多分230キロぐらいだけど、ビッグタイニーだから、でかいのみって意味じゃん。あと、ヒゲがこんな濃いと、ラクーンってタヌキ。あとは頭がちょっとイカれてると、5150とか。そうだ。あと背がちっちゃいと、ショーリーとか。あと、目が細いと、だいたいチノって呼ばれてるね。中国人って意味だね。あいつらにすると、ほら、中国人、日本人、韓国人みんな一緒になっちゃうんで、面が細かったりすると、チノとか。俺は K のまんまと、K と、あとは、ハポンって呼ばれてるの。ハポだね、ハポ。って呼ばれてるか、K かどっちか。黒人系の方々とか、あだ名とか。あいつらはみんな仲間内でどうやって呼んでるんですかね。でも下の名前で呼んでるのが多いですかね。白人とか黒人とかみんな名前が下の名前で呼んでるの多いですかね。地下のでもやっぱ名前で呼ばれてるやつもいますね。イーストエリアとかだとロペスとかで呼ばれてるのもいますし、ジミーをジャーミーとか、名前で呼ばれてる人もやっぱ結構いますね。ウォンはスピリー・ゴンザレスって俺が呼んでたのかな。向こうでちょっと有名なメキシカンのコメディアンがいるんだけど、とにかくウォンがマイペースで結構ゆっくりなのよ。何でももたもたするから、スピーディー・ゴンザレスって、本当はだからスピーディーだから早いじゃん。ね、それをもじって逆に、のろまって意味で。そうですね。まあ先ほどとちょっと重複しちゃうんですけど、やはり作中の K っていうこのキャラクターは、やはりその日本男児としての、
まあそういうこう、なんですかね、その仁義とかじゃないですけど、こうちょっと人を大事にするとか、おもんばかってるっていう、まあそのすごいハードな世界なんですけど、そのハードな中でも、そこをちょっとちゃんと通せる人間像であればいいなと思ってますね。本人たちについては、ああ、そうですね。僕もその、Kさんからお聞きした話の印象になるんですけど、やはりなんかその日本人と確かに近い感じっていうのがあって、ね、やはりその仲間を大事にするとか、今ってまあ本当に時代的にそのちょっと逆の方に行っているので、でそういうこう仲間を大事にするとか、そういうものっていうのはやっぱりなんか、まあ今だからこそ逆にあればすごくいいなと思うんですよね。なのでまあそこら辺をなんかこう、ちゃんとした結束の中で、こういうハードな場所で生き抜いていくっていう男たちを描ければすごくいいなと思いますね。書いてほしい人で、やっぱみんなその当時いた人間はまだハワイアンのキモファミリーとか出てきてないですもんね。ああ、そうですね。はい、そういう別の団体じゃないけど、やっぱハワイのそのシンジケートの、やっぱ日本人が知らないハワイにもそういうギャングたちがいるっていう写真は何回か、写真は出てるよね、本の方で出てると思うんですけど、そういう中に刑務所にそういうグループもいるっていうのはまだ出てないんで、はい、そうですね、そこら辺後々にそれを紹介していってもらえれば、はい、今後の展開どうなるんですかと聞いていいもんなんですか。はい、はい、話せる範囲で、ね、はい、ですね。まあ、いくつか。まあまあ、バーと、ちょっと、ザクッとなんですけど。まあ、まず一つはまた、また、Kさんの、サウスの地下の方たちっていうのと、まあ、また、Kさんが主軸になった話っていうのが、なんかちょっと、あればいいなと思ってます。で、あと、クリップスとブラッツか。で、対ブラッツっていうのをちょっと見てみたいなと。クリップスとブラッツの、はい、あ、ブラッツと、チカーノのサウスチカーノですね、はい、であといつまでも続けられるとは思うんですけど、本当にノースとサウスのKさんからこの間聞いてすごく面白かったんですけど、ノースチカーノのそのボスがKさんにちょっかい出してたっていうのが、はい、面白くて、なんかそういう、そこを中心にした話とかあればすごく面白いなと思いますね。あとは、野球編というか。あ、そうですね。あれ、野球編やんなかったでしたっけ？いや、野球編はまたちょっと そうなんですね。次は、どこと戦うのか。はいはい。軍の、最強。エアフォースとか、ね。エアフォースですね。そうですね。そこら辺もちょっとまとめて何かやれればなと。はい、本当にもう話が尽きないと言いますか。本当に掘り起こせばいくらでも出る感じなので。